はい、こんにちは、こんばんは、ビーズです。今日からね、今日からっていうか、まあマスコットキャラ、昔はシャーロットとかね、ジャンヌとかやってましたけど、今日からはね、このカミラ。はい、カミラを作ってみました。作ってみたっていうか、絵は描いてませんけど、動かしたりとかしてみました。どうでしょうか。まあこの辺とかね、また作っていきつつ、今はこのモーションしか作ってないんですけど、まあ、他にもモーションとか作ってね、盛り上げていけたらなと思っています。で、あと、もう一点、ありまして、まあ、いつもね、結構、14以下とかで、ギルバトやっていたんですけども、まあ、どうしてもね、やっぱりネタが消えてきた、正直。正直ネタが消えてきた。なので、すいませんが、順子もですね、これからは少しずつ、使っていこうかなと。やっぱり毎回ね、同じような展開だと面白くないんで、ちょっとパーティー編成を変えるためにも少し順番も混ぜていきたいなと思っています。まあもちろん今まで通り、破壊神だったり、まあ他の面白いキャラクター、サイコロンだったりとか、あとはマジブラとかね、その辺ももちろん使っていくんですけど、今まではちょっと14以下って感じで縛りを自分の中に設けてやってきたんですけども、ちょっとその辺の縛りを緩めていこうかなと思っている次第でございます。ということでやっていきましょう。はい、ということでね、一戦目やっていこうと思います。一戦目、まあ向こう水パンいるんですけど、こっちも水パンでやっていこうと思ってます。で、今回から新キャラ、ずっと温めていたこの新キャラ、殿下かな?この読み方がね、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、作りました。頑張りました。デビルモをね、こいつのために食わせました。なんともったいないことをしたのか、なんとリッチなことをしたのかって思うとこもあるんですけど、はい。まぁ、ちょっとね、まだこいつよくわかってない。正直使いこなせてないんですけど、っていうか、ギルバトで使うのも初めてかもしれない。ということで、いろいろ慣れてないところがあるんですけど、まぁ、一応スキル間にしたので、このスキル2とスキル3とパッシブ。あ、こっちはどうだったかな?こっちもそうですね。スキル間にしたので、一応一旦隙ができちゃうんですけど、まぁ、基本的には常にこれを発動させることができるというところをね、強みに使っていってあげたいですね。まぁ、ちょっとアーティファクトとかはありませんけど。はい、ということでやっていこうと思います。2戦目は、リナをですね、破壊神が打ち抜けるか、そして打ち抜けないかというところが見ものだと思うんですけど、やっていこうと思います。いきなりちょっとね、あれですね、そっちも早いか。あ、これやられちゃうとちょっと痛いですね。これはちょっと痛いけど、これさ、これやったら死ぬの?これ。これどうなん?死ぬ?これ。どうなんですか?どうなんだろう?死ぬのかな?これ。ちょっとやっていいですか?これ死ぬのかな?どうなんだろう?体力ゲージ的にはこっちが勝ってそうだけど、どうなんだろう?次、ハルモニアで絶対あれやられちゃうから、スキルさんは。これ、やってみよう。死ぬのかな?どうなの?どうなんですか、これ。お、いった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 、ミリ体力残した。よし。やめろよ、やめろよ。よし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 、オッケーオッケー。暴れんなよ。暴走すんなよ。水パンダ来んなよ。よし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 。よーし。お、発動した、発動した。発動したよ。発動しましたよ。発動して自分とは来ちゃったから、これ使っていきましょう。で、まあやっぱこう、フェルナをね、焼き鳥リングしていきたいですね。焼き鳥を焼き鳥リングってなんだ。で、相手一死っていうか、あれが免疫張っちゃってるから意味ないんだよな。困ったことに。今んとこ全く強みを出してないけど。あれ、そっか、さっき抵抗されたか。あ、一応今かかりましたね。あ、硬いっすね。硬いけど、これ今隙ができちゃいましたね。これをちょっと隙なしで打てれば、サイクル回していけるんだったら結構ね、こいつ可能性あるんじゃないかなと私は思ってるんですけど、隙ができちゃうのがちょっと痛いんだよな。オッケーオッケー。まあ、やっぱ硬いんで、そう簡単に崩れはしませんね。馬上は崩れはしません。あ、これ、あれだな、こっちにやるべきだったか。失敗したな。まあ、ミハエルがいるんで、こういう風にモリモリ回復していけるんで、まあ、まあ、しかしこれは負けることはないとは思うんですけど、ちょっと強みが活かせてないのが私的にはちょっとどうなんだろうなっていう、言いましたね。私の使い方は良くないんでしょうね、単純に。ちゃんと使ってあげたいな、こいつを。ちゃんと使ってあげたいよね。あ、はい、入った入った。入りましたね。これ一応、ダメージが 30% カットになるんで、こいつのパッシブで。そこら辺は結構いいと思うんだよね。ミス発生率もまあ悪くはないんだけどさ、やっぱこの剥がしが欲しいかな。スキル値剥がしが欲しいっすかね、正直。剥がしあったらそれなりに使えそうな気がするんだけどな。どうなんだろう。ちょっとまだね、こいつの強さよくわかってない、正直。ああ、ね、もう寝てるけど、これ必中だから、こいつのスキルって。そこはいいかもしれない。スキルっていうか。必中する。多分こいつは必中のはず。ピアネスと違って必中のはず。さあ、まあ一戦目はまあ取っていけたと。で、
まあ、ここはいつも通り破壊神がぶち抜いていかないと無理なんですけど、まあまあ、ジュノーを隣に行ってもしょうがないんで、あそうですね、こいつ止めるか、破壊神に飛んできちゃうから。で、まずはちょっと、パンダ行きたかったらパンダ無理なんで、今、ジュノー行きましょうか。ジュノーを狩猟していく。あ、狩猟できない。狩猟ができないでいく。まあ、これ破壊神でさ、リナを倒せるのかどうかがまずわかんないんだけどさ。あ、結構食らうな、しかも。結構まずいな。なんか破壊ついてね、これ。ジュノーに破壊ついてんのかな。よし、行くぞ。行きますよ、皆さん。ジュノーを、いや、パンダ行くか。パンダを狩猟していく。パンダあれついてるからね。パンダを狩猟していく。なんでだよ、マジかよ。ちょっとまあこれ破壊がついてるからじわじわやられちゃうのまずいんじゃないか。一回し騙しておくと、こいつは。スタンすんなよ。なんでスタンすんだ。やっぱジュノーはやっぱね、スタンが嫌ですね。絶望スタンが一番嫌だな、個人的に。まあ、パンダをダブらしていくか。ですね。まあ、多分死ぬことはないはずなんですけど、今のところ見てる限りはね。ということで、これ、ジュノーをぶち抜いていく。いけ！あー、マジか。ジュノーをぶち抜きたいな、早く。こいつやっぱうぜえからな。マジうざいっしょ。だってこれもう嫌なんだよね。ジュノーって随分出世しましたね。おー、やべえ。しまって、これまずいな。このダメージはちょっとまずい。風姫モスタンシャルしてまずいな。ちょ、リナの一撃は、ちょっと一撃っていうか、こいつ、マジアタッカーじゃないから、本来はこんだけダメージ食らうはずなんだけど、ちょっと痛い、ちょっと待って、待って。ちょっと待って、ワンチャンまずいからさ、ちょっと待って、ジュノー騙せらんないのが痛いな。これ、こうだよな。あれだ。嘘だろ、それは。ちょっと、これさすがにこれじゃ、ぶち抜けないでしょ。無理だと思う。まあだよね。まあ、とりあえずいいよ。しまって、そしてまずいな。ちょっと、まずまずまず。これ、ちょっとまずい。ちょっと絶望やめてくれ。もう、勘弁してくれ。もう、スキルに戻ってくんじゃない、ジュノー。嫌だな。いや、こいつ、ちょっと絶望率やばいだろ。よし、これ、パンダをしっかりと、使用していく。なんで使用できないんだよ。今日も調子が悪いな。破壊士の調子が上がってない。ちょっとまずい。ちょっとまずいよ、これ。ちょっと本当まずい。これさ、パンダだったらいけるはずだ。これ出ればね。よし、行くぞ。パンダをここで見せていく。なんで見せていけねえ。あ、なんでこっち来た。ちょっと待って、まずい。こっち来たじゃない。ちょっと間違えた。何を喋ってるかわかんなかった。たまにも出ないからさ。ちょっと待って、まずいって。ちょっと待って。今でも重速だっけ、あれやってくれたら助かるな、逆に。暴走しろよ。スタンスタンスタン。よし。スタンスタン。スタンさせんだよ、こっちはスタンさせんだよ。よし。ここでジュノだろ。これこそジュノでしょ。さすが引いてくれるだろ。いけ。全然引かねえな。ちょっとまずくね、これ。ちょっと待って。ジリリンなんだよな、結構な。結構ジリリンですよ、これは。ちょっと待って。こっちも一応破壊妙にしてるけど、破壊量で言うと全然負けてるからな。ちょっとまず、いや、それやだな。これパンダだったら修行できんじゃないかな。頼むよ、修行してくれ、頼む。あー、修行しない。今日は仕事をしない。嘘だ、ずっとスタンしてる。もううざ。もうやだ、ほんと、ジュノはほんと、これが一番、うわ、えぐい。えぐいな、君。ちょ君、えぐいな。ジュノ行こう。ジュノ行こう。くれ！待たせたなぁ。よし！来た！いやぁ、危ねぇ、マジで、ほんと危ない。もう今ちょっと死にかけてたかな。こんだけ削れ、あ、ちょっとこんだけ削れるのはちょっとまずい。想定外だよ、これは。ちょっと想定外ですね。まあ、ぶっちゃけ、おやじさんの、キャラクターの連動はそんな高くなそうなんですけど、まあ、ここでリナをね、ぶち抜いていきましょう。いけ！あー、ダメか。リナをぶち抜かないとちょっときついぜ、これ。きついってだるいしな。だるいし、時間がめっちゃかかるでしょ、これ。だから、カットするかもしれません、もしかしたらね。まあ、面白くない勝負を見て面白くないんで。よし、いけ！ぶち抜け！ぶちぶち抜いていく。ね。デバフがついてれば、これ発動率上がってるみたいなんで、まあそれはね、その今のぶち受けたのはまあ当たり前でしょう。最後の方やる気出してきましたね、破壊神でね。破壊神でも破壊神でもどっちでもいいんですけど、まあとりあえず取れました。ありがとうございました。はい、ということで2戦目やっていきましょう。2戦目の1戦目はこんな感じで、まあ楽観でちょっと受け止めてもらってね。
まあ、本当は風パンダとか使えば多分もっと楽にはいけそうなんですけど、まあいいでしょう。これでやっていきましょう。で、2戦目の2戦目に関しては、まあ相手がね、耐久がいないんで、耐久が回復がいないんで、まあもしかしたらこれでいけんじゃねえかなと。っていうのと、石蓮を単純に使いたいっていうところですね。単純その理由がでかいです。ということでこれやっていきましょう。さあ、始まりました。お相手は結構足が遅い。まあ、先にやっちゃっていいかな。とりあえずやっちゃいましょう。で、ラカンはこれでしっかりと、クムヌに行くか。あ、クムヌに行こう。あ、オッケー。かなり減るな。オッケーオッケー。で、これは大丈夫。あー、ちょっと2の2、それは良くないな。これやめてほしいですね。オッケーオッケー。崩壊させていく。あー、ハゲた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 。ハゲちゃうとまずいな、これ。ハゲちゃうとさ、防具ジャッカ飛んでくるでしょ。それがまずいのよね。やっぱむしろスキル、3を水パン打ってほしいですね、ラカンに。ああ、それはまずいんだよね。それまずいのよ。これでちょっと一回スタン狙うか。スタンってか何だっけあるっけ、あ、ミスとかあるな。回復負荷あるね。よし、この辺食いっていきましょう。おしよしよしよ、いいぞいいぞ。ドロメン、よしよし、これで。これでよしよしよし、オッケー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 。よしオッケーオッケー。おお、めっちゃ減ったけど、大丈夫か大丈夫。ああ、よし、これ来るよな。あで、こ、よしよしよし、ここで、ダイスマットレスを仕掛けていく。ダイスマットレス。一回出ましたね。一回で1だからあんま多分ダメージは大したことない。7900ぐらい。大したことねえな。まあ、正直大したことないですね。まあこれはもうあとは勝ったと思うんで、まああとは別にオートでもいいかなとは思いますけど、まあいいでしょう。オートでいいか。オート行こう。まあラッターとかもね、ちゃんと使ったんでも結構強いんだとは思うんですけどね。あとリノをさ、リノっていうかやっぱの、何サイコロンズをさ、やっぱもうちょっとちゃんとマシな、もう少しマシなルーンをつけてあげたいね、正直ね。今やっぱルーンがしょぼすぎる、マジで。ちょっとかわいそうすぎる。さあ、こっちが結構不安ですね。こっちが結構不安。多分この、なんだっけ、真ん中のやつ、ビゴルは、セント君スキルさん打たれても、加宝つけてるんで割り込めると思うんですよ、多分。でも、相手がむしろ足が遅い方がやばいんですよね、これね。足が遅い方がやばい。これどうしようかな。ビゴールになんでそれ打つのはあんまり良くない気がするんだけど。いやー、いや、でもどうしよう。こいつ行くか。こいついいよ。これで、セント君が、あ、動いてほしくない。セント君が、あー、まあまあ、まあ、しょうがない。いいね。よし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 、この展開、この展開。あ、しかも食らわなかったね。スキルさん。オッケーオッケー。これでは、オッケーですね。自分に回すか、じゃあ。オッケーオッケー。で、これでばらまいていこう。これでね。オッケーオッケーオッケー。やっぱ石に強いな。石に普通に強いんだよな。まあ、昔から強かったですけど、結構ね、強いっていうか、面白いキャラだったんでね、昔から。あ、すげえ。これ多分、お会いさんの、まあ、変な話、ちょっとルーンがそんなにあれではないかもしれない。うん。まあ、いいでしょう。あ、で、ちなみに今回はね、火曜日、火曜日の、朝っていうか、何深夜の部、撮ってるんですけど、お会いさん結構短期防衛の、短期っていうか、お会いさんの片側だけガチ防衛で、片側一短期っていう、構成が多いんでちょっと遊んでみてるところがあります。はい、ということでありがとうございました。はい、ということで2戦目やっていこうと思います。2戦目の1戦目はこいつを使っていこうと思います。これはなんだ、雪雪蓮、ちょっと読み方がねまたわかんないんだけどさ、こいつもね頑張ってねデビルモン食わしてデビルモン食わしてね、こんな感じに仕上げました。ただこのスキル3がさ結構目玉だとは思うんですけど、これさ、結構その、何スキルまでの、クールタイムが短くないからさ、4ターンでしょこれ。で、自分のターン回ってきちゃったら、この強化効果を阻害させるって能力が使えなくなっちゃうから、だからちょっと使いにくい気がするんだよな、正直。でもこいつもちょっと使ったことがないんで、まだ。なんでちょっと使ってみようかなと思ってます。そうですね。このスキルにもね、まあどうなんだろうなって感じっすね。そんなに強いとは私は思わないんだけど、まぁ、ちょっとその辺もやっぱりやってみないとわかんないからね、やってみようと思います。で、このオーディンにこれが刺さるかなとは思ったんですが、ただ、こいつのスキルは、まだこっちの、なんだっけ、廉価と変わって違って、パッシブじゃないからさ、自分のターンが回ってこないところで打てないんですよね。そこがまたちょっと使いづらいんだよね。鈍速にやっぱしといた方がいいと思うんですけど、スキル3を打てないから、打たないとやっぱ始まんないから、
そこがちょっと難しいとこなんですけど、ちょっとやってみようと思います。で、まあもちろんこのビゴルがね、スキルさん打ってきて防御デバフがかかってうんたらってやられたらすぐ死んじゃうのと、あとこいつのやっぱ、防御無視が飛んでくると思うんで、それをね、こいつが耐えれるかどうかっていうのはさっぱりわからないですけど、どれぐらいのダメージが出るかはちょっとわかんないですよね。わかんないんですけど、一応剣バフがないから、ないよね。こいつ剣バフじゃないよな、確か。違うよね、これ。だよね。そうそう。空気回避撃率を下げるとかだから、まあ、ワンチャン耐え、今一発耐えたところでどうにもならないんだけど、まあ、ちょっとやってみようかなっていう、ちょっとお試しやってみようかなっていうふうに思ってます。で、2番目、ちょっと雑さがなくなっちゃってますけど、まあ、2戦目の方も、まあ、ちょっとこうやってね、いけるかどうかはさっぱりわかんないんだけど、まあ、やっていきましょう。まあ、このやっぱね、何、おー、やってこなかったか。やってこなかったのは逆にちょっと、これで回すか。回して、これ打たして、これ打たすでしょ？で、こういう相手は、あれ、もうできないから、この、あれがね。あれができない。ほら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 これよくない？今の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 よくないですか、おっさん。ちょっと待って。痛め事情がでけ。痛い。ああ、やめてやめてやめて。やめてくれ。死んじゃう。セット君が死んでしまう。ああ、やめてよ。これスキル回ってこなくていいんだよな、こいつのターンがさ。今のいいっしょ、でも。今のいいよね。あれがずっと続くんだったらいいんだけどな。すぐ溶けちゃうのがちょっと痛い。スタンを引けたのはでかいですね。で、ここでちょっとこいつをぶち抜いておきたい。頼む、せっ。こうしていく。これでさ、ワンチャンさ、どうな、でも溜まってんな、あれが。あれ溜まってるぞ、これ。やばいな。やばいよな、これな。あれ溜まってるぞ。死ぬんじゃない？防御無視で死ぬな、死なない？大丈夫？怖いんだけど。死なない？ちょ。ギリ耐えた、ギリ耐えたけど、もうこれ次ないよ。次はないよ、これもうどうしよう。どうしよう。ミス。よし、ミス。ミス。これはさ、ビゴルを先倒さないと無理だよな。いや、倒せんのか、これ。正直倒せんのかって感じがすごいすんだけど。いやー、死んでいく。くそ、これきついだろー。ビゴルさえ倒せいける。ビゴルさえ倒せいける。ビゴルさえ倒せいける。こいつだ倒せるんだ。こいつだ倒せ。ライカだっていける。さっきのうわー、きつ。ちょっと待って、待って、スキル3打たなきゃ大丈夫だ、多分。いやー、ギリ耐えていく。やめてー、それが痛い。よし、こうなれば、これちょっと3戦目熱いっすね。これちょっと熱い。こうなればいけんじゃない？だよね。一回これズルで回復してくるでしょ？ズルで復活してくるけど、ライカは防御無視があっても大丈夫いと。ね。もうこれであとは相手はもう PP になってるんで、これでいけちゃうという話ですね。あー、でも連歌じゃない、節連ちょっと読み方わかんないけど、あいつ、ちょっとどうなんだろうな。スキルのクールタイムが長すぎるのが痛いわ。あれ、ちょっと、短くしてほしいですね。あれ、短くなったら、もしかしたらワンチャンあるわ。うん。こんな気がします。あ、これ発動するの美味しくないんだよね。あ、スタン中はやっぱ発動しないんだ。なるほど。行動不能になってる時は、あれは発動しないんですね。なるほど。パッシブも、やっぱ、不発終わっちゃうんですね。ここはさ、もう回ってんのかな、あいつ。どうなんだろう。ちょっと、これきついよな。これ一戦目よりきついかもしれない。クマルのやっぱさ、火力が大したことねえからさ。これきついか。これトラクター死んだらきついよな。トラクター死んだらもうきついと思う。よし。攻撃ジャック入っていく。いいね。いいけど、これ回してるでしょ。で、ここでまあこれやってるでしょ。スキル、一でも良かったかもしれないな。速度バフを入れる意味で。やっぱ火のさ、あいつ欲しいわ。ほんと欲しい、あいつ。お前さん使ってるこいつね。ジャンルの火バージョン。これ欲しいわ。あー、死ぬ。ちょっと待って、トラクター死ぬ。トラクター死んだらもう終わりだと思う、正直。回復がね、あとこの、フォト奏者はさ、やっぱ結構受け身なスキルが多いんですけど、やっぱ回復スキルが欲しいよな。回復があったらね、自己回復できたらまたちょっと変わると思うんですよ。でも回復ができないから、結局その回復キャラを一緒に入れてあげる必要が出てくるかなと思っていて、基本的には。うん。だそうなっちゃうとね、やっぱ枠がもう足りなくなっちゃうんですよね。そこがきついんだな。自己完結してくれればいいんだけど、あー、これきつい。今の暴走痛い。今の暴走すげえ痛い。これは勝てない気がしてきた。正直勝てない気がしてきましたね。してきましたが、やっていこう。
さあ、よし。よし、攻撃弱化。さあ、これスタン入っちゃダメなのな。これだ。あー、ずらーこれも無理だろうな。これも無理でしょう。あ、無理でしょう。ということで諦めましょう。はい、ありがとうございました。いやー、やっぱね、本当勝者はそうっすね。もうちょっとスキル、メンタル調整してもらえれば、可能性がもっと広がりそうなキャラクターだなって気がしますね。とりあえず、ありがとうございました。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。一応またこっから雑談コーナーです。ようやくね、イカルを3体揃えました。まだルーンをちゃんと刺してないんで弱いんですけど。まあこれでようやく、なんだ、あのドラゴンとか、回れるようになると。あと審判のダンジョンだっけ。まだあれもね、8段階ぐらいまで行って死んじゃってるんで、まあこのイカルシステムでしたっけ。まあ全然やったことないし、何も見たことないんですけど、まあこれを組むことによっていけるようになるというふうに聞いているので、ちょっと期待が、膨らんでいるところでございます。まあ、あとはこのね、節連かわかんないけど、これがやっぱね、クールタイムが長すぎると思うんだよな。これ4ターンはちょっと、この効果で4ターンは結構長い気がするんだよな。もうちょっと、2ターンとかでも全然いいかなと私は思っちゃうけどね。そうすれば、結構こういう可能性が、さっきみたいな感じで、あの、相手の強化効果を空打ちさせるみたいな感じの効果だ、ことができるんで、その辺うまく使っていければ、こいつは結構面白いキャラなのかなっていう気がしてます。で、あとこっちね、レンカ。これも読み方わかんないですけど、まあ、こいつも、まあ、やっぱダメージ受けた時に回復するみたいな効果が、あれば、もうちょっと使いやすいんだけどなーって気がしなくもない気がしますね。しますが、まあ、ただ、あの、雪連かな、水のやつよりは、なんか使いやすいかもなという気はしてはいますが、だがどうだろうなっていう感じもしてますね。まあどちらにしろやっぱ使い方が難しいっていうのはやっぱりそうなんだろうなと、事前に聞いてた通り難しいなという使ってみて思いました。自分も思いました。って感じですね。はい。まあ、あと、他のキャラクターとしては、ようやくこの、火の竹人、前もちょっとなんかでお話したかもしれないですけど、火の竹人を出たので、まだちょっとスキルまでまで長いんですけど、まあ、そのうち、日の目を見ることが、動画内でも見ることがあるかなと思っていますので、お楽しみいただければなと。まあ、ただ、こいつはやっぱ実装されたのがだいぶ前だからさ、もう使ってる人結構いっぱいいると思うんですけど、自分使ったことないんで、その辺はやっぱ、楽しんで使っていこうと思っています。ということでありがとうございました。もしよしければまた次回以降もお付き合いいただけると嬉しいです。チャンネル登録、コメント、高評価などいただけるとなおなお嬉しいでございます。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。